アパレル服屋さん、ありがとうございます。コロナ退散、アマビエ社長でございます。おはよう。いやいやいや、ちょっとですね、映らないから、これちょっとこう、えらい引かないかんな。これ見てください、出来上がりました、出来上がりました。ほら、あら、コロナ退散、下の字書いてますけどね、アマビエ社長って、まあ、見えるかな、見えるかな。ほんとアパレル服屋さん、これいいの作ってくれてありがとうございます。嬉しかです。で、後ろ見てください、後ろ後ろ、見えるかな、見えるかな。熊本愛でございます。生まれも育ちも熊本のアホ社長でございます。仏壇店2代目でございますけどですね、商売ができるのも熊本の皆様のおかげでございますので、熊本の皆様にご恩返ししたい、その一心でございます。でですね、実は今度熊本豪雨被災者の皆様方にですね、小さいですけど新品のお仏壇をですね、無料提供したいと思います。ですから今回ですね、お仏壇が被災されたお客様ですね、連絡ください、電話ください、私たちがお届けしますのでよろしくお願い申し上げます。やっぱですね、熊本発展、コロナ退散、そして熊本豪雨からの回復ですね、皆さんで一生懸命頑張っていきたいと思います。はい、でも本当ですね、アパレル服屋さん、いやー、いいの作っていただいてありがとうございます。本当に嬉しいです。これよりお礼を申し上げます。はい、じゃあ、さあ、今日もですね、今日も夜8時までナイター営業でございます。はい、7月の31日、近県の金曜日、夜8時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中で、お仏壇お困りごとですね、電話年中無休、24時間受付、真夜中でも対応します。よろしくお願い申し上げます。いや、しかしですね、嬉しかな、ようでけとっとでしたいね。これちょっとこれ見えないから、ちょっと高すぎたかな。これよー、またもうほんと素晴らしか、これ技術がですね、もうで、服屋さんの T シャツはですね、私もこれで2回か3回作ってるんですけど、こう品物がいいからですね、型崩れしないんですよ。だから長く使えますよ。だけど皆様にもお勧めいたします。さあ、じゃあ今日も一発頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。